喋んないですか。いや、スタート、お前からだろ、喋り出すの、お前。え、俺のチャンネルか、これ。待ってんだよ、こっちずっと。俺のチャンネルか、これ、普通に。いや、そう、当たり前だろ、お前。久しぶりっすね、なんか。お久しぶりです。おい、出てくれるんですね。はい、出てくれ、一回ご飯挟んだからね。こっちも出るわけにはいかんねえわ、と思って。ちゃんとおごってもらったっすね、なんか。いやいや、全然。でも、超美味しいお店紹介してて。一回関係性、ちゃんとやべえ動画にはするなよっていうのを伝えた上で。こいつ厳しいんだったわ、こいつ。こいつって呼ぶな、お前、急に。じゃあ、挨拶から言っていいですか。はい。なんか、栗みたいですね、結構。栗じゃねえよ。栗じゃねえよ、お前。じゃあ、ポッ。はい、で、今日の末に、はい、めっちゃ遅刻してきた人に来てもらったんですけど。言うな、お前、そういうこと。厳しい割にこいつ遅刻すんだよな、じゃねえんだよ、動画口出しするくせに、めっちゃ遅刻するから。遅刻する。人間性終わってんだよ、俺。あ、そう、あ、もう一回行くっすか、じゃあ。やめろ、もう一回行くっすか、じゃあ。デカキンさんっすもんね。デカキンです。はい。ポッ。はい、で、今日の。お前、なんで今確認したんだ、お前。知らねえやつだと思ったんか、今。チンコでかい人に来てもらったんですけど、ね、デカチンじゃねえかお前。デカチンだよ俺。あ、そうなんだ。デカチンってよく言われてたから、うん、なんかチンコでかい人なのかなと思って普通に。相当虐待されてるだろお前そいつ。チンコでかいだけに裏で。デカキンさんっすよね。デカキンです。あ、そう。ブン、ハロー YouTube。どうもデカキンです。いや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 、パッ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 、いや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 。あ、やっと終わったっすか。いや、どう。長げみたいな扱いすんだお前。え、今日何やりたいかっていうと、はい、ラーメン食いてって言ってたじゃないですか、なんか。いやでもラーメンは好きですね。ああ、 LINE でラーメン食いたそうにしたから。してない、一切了解とかしか言ってないだろ。一蘭食いてえなと思って。ああ、いいじゃん。一蘭ってか食うっすか、普段。食べる食べる。あ、本当に超好きだよ一蘭。じゃあ作ってもらっていい？いや、マジこのタイプ俺もうまく作れたことないんやな。茹で時間とかさ、うん、お前バナナ食ったら食えなくなるぞお前。食うな、一覧前にバナナ。いや、俺昼ご飯食ってねえから、食べてる。昼ご飯なんだよこれが。ほら、これがそっか。これが昼だからこれ食えばいい。ラーメン食ったやつ軽蔑してるから食えなくなってさ。意識高いんだよお前。久しぶりに動画出てもらったから、うん、なんか聞いていきてえなって。なんか1年ぶりぐらいですか。そんなに経ってないよ多分。え、2年ぶりぐらい。え、マジでそんな経ってないよ。え、1年も経ってないと思うよ。そう、数ヶ月だろ。数ヶ月は盛りすぎてる。あ、チンコ持ってるだけかも。埋まってないんだよ。埋まってんだって俺のチンコ。どうしようもないんだよもう。そっか、埋まって見えねえタイプか。埋まって見えねえ。小学生でいただろお前。チンコで検索しよう。あ、7月25だからあと3ヶ月後は2年ぶり。あ、マジで。結構コラボしてるイメージなんだけどな、カノ君は。俺なんか確かに、え、3、4回目ぐらいですよ多分。そうだよね。毎回めっちゃなんか面白いって言われるっすね。なんか後伸びしてくれるよね。デカキンのとこにも、カノ君との動画超面白いっすねみたいな。あ、マジ？あれ超見てますみたいな。本当に今回5回目ですとか言う。あんな動画繰り返し見るってやべえけどな、普通に。俺の方がやべえと思ってるからな、そいつらのこと。あんな動画お前。あ、確かに前回やばいことやらかしちゃったっすもんね。いや、そうだよ。俺はさ、散々言ってたんだよ。肉の下味をつけるときにね、袋に入れて下味つけるんだけど、うん、それゴミ袋で渡してきたのよ、カノ君が。切り抜かれたりとかしたら嫌だから、ふんって言って嫌だよって言ってたら、案の定お前切り抜かれて、バズってんだろお前。でもいつもやってるからいいじゃないですか。いつもやってねえわお前。そういう印象操作やめろお前。やっぱり今日はだから真面目にラーメン作るだけだよ。はい。で、最近何してんすか、最近は。いや、最近はだから海外行ったりとか、大型企画をたくさん撮ろうって今頑張ってるよ。え、文句リツ出すんでしたっけ。これ申し訳ないんだけど、うん、カノ君にお土産買ってくの忘れたわ。まあいいっすよ全然。これマジ申し訳ない。そうだ、カノ君いただいて。期待してないまず。いやいやいや、カノ君にもうあげたかった。やっぱりそれはシャフじゃないですか結構。社会不適合者でもシャフってお前気軽に言うなお前。え、なんかモンゴル行ったんすよね最近。そう、モンゴル行った。え、楽しかったっすか。やっぱね、モンゴルの魂がやっぱあるのか、うん、今までの歴代の先祖を占ってくれる占い師のとこ行ってみたら、うん、デカキンの先祖の一人が、うん、あのモンゴルの少女だったらしい。モンゴルから来ましたって言われても信じれるもんね正直。まあ似てるとかよく言われるからね。都会のモンゴル人似てるって言われる。なんかさっき動画ちょっと見せてもらったら、うん、モンゴルのおばちゃんみたいだったもんね。モンゴルのおばちゃんじゃねえよお前。ブカブカのやつかぶってるからね。そうそう、仮装してるやつ。原住民みたいな感じだったから普通に。羊肉多いよ、ラム肉みたいな。ああ、でも北海道出身と合うのよ。で、あの地方もちょうど寒い時期に行ったから北海道の雪の感じとも似てるし、うん、あ、親近感湧いちゃって。うん、全然ここで生きれるなっていう感じはあったな。じゃあ最高月収いくらっすか。じゃあで、聞く、話違えだろお前。
なんでモンゴルのたわいもない話から最高現実しかも最高を聞こうとしてんのかも。じゃあ後でね、こういう話は聞かないわお前。カノ君は結構みんなに伝えてるもんね。あ、まあ最近伝えないようにしてる最近は。あ、なんで？いや、なんかミステリアスになりたいじゃないですか。お前ほんとジョージに影響受けてるな。カノ君は億チューバーになったことあるの？え、どういうことですか？年収1億。え、年収1億え、あんのかな。億チューバーは箔がつくじゃん。もう金額がどんだけ高かろうが低かろうが、なんか億チューバーっていう言葉は月1000万ぐらいってことっすよね。そう。あ、でもあれ900万ぐらいいいのか、12ヶ月あるから。あ、でもあんじゃん。あるって言っちゃった今、間違えた。あの、今年いけるかいけないかみたいな感じじゃないですか。すごいな。だからデカキンさんの力借りてやるっすね、結構。何よ、何の力だよ。だから再生数伸ばしてくれるから。伸びない、後伸びだぞ。デカキンの動画1年後とかに伸びるだろお前。確かに所属めっちゃ悪いな。所属悲しいこと言うだお前。所属の話。え、でも所属めっちゃ悪いのに、なんか気づいたら200万再生いってるみたいな。伸びてるよね。あ、そうそうそう、最終的に、ね。うん、最近なんかご飯行ったっすもんね、一緒に行った。前回の動画でアルコール飲みすぎると、うん、うんこ漏らすみたいな話したじゃないですか。うん、したいしたいした。あの俺話したよな、料理屋さんで汚ねえ話とかするなよって。はい、無事うんこ漏らしたよな。無事うんこ漏らしてなかったから安心したっすね。結構確かに漏らさないんだ。あ、そうなんだ。最近大丈夫だ。あ、最近とか1回しか漏らしたことないんだ。あ、そうなの。最近のデブ事情聞きたいっすね、結構。あ、デブ事情。最近旅行企画増えたことによって分かったんだけど、飛行機デブ用の追加ベルトもらえる。どういうやつですか、それ。普通のベルトは閉まんないじゃん。中継ぎをしてくれるベルトをどうぞって渡してくれるの。延長ベルトくださいって言ったら、超楽なベルトもう一個全部真ん中につけて。 CA さんに気使われてるってこと。いや、使われてるのマジで全然。一つの権利だから。だって長い延長ベルトあるって知らなかったでしょ。延長ベルト、え、知らない。デブじゃねえから分かんないっすよ普通に。やめろお前。この時代にそういえばあんまデブってやついねえな。自分で言ってたから気づかなかったけど、お前が言うのは違うんだよ。え、今何キロっすか。今140ですね。何とかキープしてる。だからあのモンゴル行った時、空港のトイレがちっちゃく感じて。はい、はい、さっきの話してほしい。なんか何何トイレが、うん、ちっちゃすぎてノグソしたっていう話。いや違う、ノグソしてないんだよ。してないですかあれ。ゲルはボットン便所なの。ボットン便所に多分デカキンさんだとはみ出しちゃうから。あのデカキンさんノグソにしてくれって言われて。うんこデカすぎるってことですか。デカすぎるわけじゃないって。俺しゃがめないのよ。ちゃんとしゃがめなかったらはみ出ちゃうから。え、じゃあ本当にトイレどうしたんですか。本当にだ、我慢した。2泊3日の2日目だけゲルだったの。はい、はい、じゃあうんち我慢できたんだ、しっかり。うんち我慢できた。偉いね、偉い偉い。でもすごかったよ。なんか本当にモンゴルのゲルのトイレって、すごい大きい穴開けて、その上に木の板が置いてあるだけなの。木に穴が開いてあって2人できるようになってんだけど、はい、はい、もう左側でみんなするんだろうね。うんちの鍾乳洞みたいになってた。あと2回うんちしたら届くんじゃないかぐらいまで。マジで溜まってるってこと。そうで、ティッシュもやるじゃん。ティッシュでうまいことコーティングをされて。なんでお前食べ物の時にこんな話させんだよお前。ミルクレープみたいでいいっすよ。ミル、いや例えが。食べ物やめろお前、例え食べ物。じゃあうんこ食ったんでしっかり。いやいや、食べてないんだよお前。じゃあ完成したっすね。鼓膜破れるわお前。鼓膜パン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 って破れんだよお前。必殺技入っていいですか。ほぼ映ってないぞお前。足しか映ってなかったぞ今。え、真似したいって言ったっすか。なんか言ってねえわ。持ってこいよお前ここに一覧。何で持ってこねえんだよ一覧。痩せた方がいいっすよ。痩せるけど今日はいいだろ。一覧食べる前に言うなお前。一覧食いてんだ普通に。普通に食いたい。でも同じの持ってるわこれ。この器大事だよね。いや、めっちゃ大事っすね確かに。やっぱりね、ファンの人がもらったんだよねこれ。俺自腹で買ってんだぞお前。いくらするんですかこれ。いや、でもそんな高くなかった気するな。3000円とかそんぐらいじゃないかな。確かにデカキンさんからしたらはした金っすもん。いやいや違うだろ。そういう意味じゃないですよ。あ、そういう意味じゃない。この大きさにしては安いんじゃないかっていう。あ、まあ俺からしたらそうかなっていう感じですかね。ね、俺からしたらどういうことだよ。いや、俺からしたらはしたがね。見ろ。そうそう、好感度捨てたのかお前。ちょっと待って、そこ邪魔ってやんの。ちょっと待って、やめろやめろ。おお、いいね。やめろ、あっちあっち近いだろお前。なんで鉄板押し付けようとしたんだよ俺の顔に。俺はすっかり忘れ物してた。何
ご飯レンジでチンすればいいかな。伸びるぞ麺。え、ちょっと待ってもらっていいですか。いやマジちょっと、まあ、ちょっとは待つけど伸びるだろマジで麺。待たしちゃいけない人ですもんね結構。いや違う、俺がじゃなくて一蘭の麺の話をしてんだよ。え、待たせたら怒れたり。怒らねえわお前、自分遅刻してくんだから。遅刻するくせに怒る人じゃない。いや違うってやべえイメージつけるなお前でも今日たまたま急いでねタクシーで来たんだけど、そのタクシーの運転手さんが沖縄の人で、北海道と沖縄の人と会いますよねって話して、沖縄の人も結構ねウチナータイムって言って、それ全然北海道人許せる人多いと思うな。つまんないカットしてくれですね使えよお前これ使わないとうんちの話ばっかりなんだろお前。確かにうんこの話しか今日してないもんね。確かに違う話しろよじゃあ今日うんこしたっすか。いやうんちの話だろお前今日してない。今日してない。今日してない。汚くねえだろ別に。チャーシューとか、ああいいとこの買ったんだ。いいとこの買わないと怒っちゃうからな。いやいや違うって。人をやべえイメージすんなお前マジで。いいとこのじゃなくても美味しいものは美味しいから別に。あそうだね。これタレラップからね出てるパターンのやつちょっと気をつけた方がいい。手べっちゃべちゃになるから。文句多いな顔して。最近イライラすること増えてるんだよな。あ、ほんとっすか。それはそうなんだよな。まあでも俺もそう。あ、ほんと？結構イライラすること多いかも最近。それさ、イライラした時どうやってあの落ち着けてるの自分を。壁殴ったりとか。あ、やばいやばちゃんと発散してるわ冷蔵庫殴ったりとか。あ、やば。触っていいですかこれ。あ、いいよいいよ。そこはもう全然、うん、手洗ったでしょ。さっきチンコ触ったっすけど。最低だろお前てかお前それ死にこてて触んなよさっきおしっこして手洗ってないっす、ね、最悪だろお前もうなんでお前衛生面マイナスの状況でやろうと思ったんだよちゃんと手洗った。手洗ったよね当たり前に。ネギは青ネギあったら超綺麗よこれ。ニンニクあるっすよ。ニンニクある。ニンニクかいかけてもらっていいっすか。あ、いいよいいよ真ん中にかけとくわ。めんどくさいんで。うん、めんどくさいってはっきり言うなお前いやこれ赤さ伝わるかな。ほんともう麺伸びるだろう。茹で始めてからサムネの準備するみたいな。お前心の声出たなお前とうとうデブって言わんよな今令和。俺も書かなくなったもん。前は140キロのデブとか150キロのデブがって書いてたけど、あ今は140キロまでしか書かない。まだまだ今終わるからはいはいお前がやれだったら、はい、スペース取りすぎだな。はいこれはいこれこれはいごめんおっさんスペース取りすぎだよ。おっさんって言うなお前。お兄さんって言うよお前学ばなかったかお前いろんな人と関わる中で。ちょっと移動させていい。はいはいはい。やめろ首やめろお前、あんま人を首でお前動かすないいかな。じゃあ本編いっていいですか。はい、本編じゃない、本編だったら今のも前期ですね。あ、前期って言っちゃう。前年で退社の方だったこの人。別に全然いい全然。あ、全然いいんだ。じゃあセックスの前の段階のやつだから。いやいや、よくない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 、あんまよくない。あ、よくない。早速ね、こんな感じで作られましたんで。はい、どうぞ。あ、いいの食べて。あ、いいっすよ。皿いる？あ、いるかもしれない。あ、いる？服脱いでいい？全裸になる。ならないって。なんで一蘭全裸でしか食べない人なんだよ俺。なんか誘ってきてんのかと思った。いや違う違う、これでちょっと。あ、そういうことね。汗かくしね。女性そうやって誘うんすか、なんか。誘う食事前に服脱いでいい？誘わないって、その誘い方。いただきます。いただきます。超伸びてるでも美味しい、味は美味しい。え、じゃあ質問募集していいですか。あ、いいよいいよ。オッケーです。なんでだ今ずらすなお前、笑顔作ったのに。ヒカキンさんで合ってるっすよね、ちゃんと。デカキンだわお前また間違えて呼んでるぞお前。ヒカキンさんってメンションしていいですか。ダメ、デカキンだわお前。デカキンでやれちゃったお前。俺の考えてきた質問一旦読んでいいですか。あ、いいよいいよ。え、実際一日どんぐらい食うのっていう。あー、なるほどね。この体型になるには正直今あの体重キープしてるから。あ、今頑張って食べないように頑張ってんだよ。だけどやばい時はウーバーでありったけ定食だったら、うん、いやこの味も食べたいなって2定食頼んだりとかで、めっちゃ残すみたいな。残さん残さんって。残さないんだ。それも食べようとしちゃうからまた太るんだよそれはやばいなと思っても、うん、食べれると思ったとしても、うん、1定食だけにしよう。最近はもう体重保つためにそれやってるの。保つためにそれやってる。もうちょっとでも食べ過ぎちゃうとすぐ体重150に戻っちゃうから。え、結構ハードっすね。俺のイメージだってなんか太ってる、太りすぎてる人ってベース食いすぎてるから、ちょっと制限すればめっちゃ痩せるのかと思ったけど、制限したらキープになっちゃうんだ。キープ。え、じゃあもっと痩せるってなったら超努力しないといけないんだ。食事療法と運動療法っていうのあって、ダイエットには、うん、運動療法も取り入れないとやっぱダメだね。運動しないですか。うんできるわけないか。まずできるわお前
ハンモックヨガとかバンジーダイエットとかやってて、またちょっとしたらやりだそうかなと思ってて。え、膝ぶっ壊れないですか、なんか運動したら。だから膝に優しいの、その2つのダイエットは。あ、そういうこと。バンジージャンプの紐みたいな背中につけて、うん、こう走ったりジャンプしたりするやつ。なんで笑うんだよ。いいだろ、最高だろ。はたから見たら滑稽っすよ、長さ。いやでも意外にかっこいいんだよ、ジャンプしてるとかスパイダーマンみたいな感じに見えて。チャーシューみたいになってないですかそれ。なってない。俺だからそう見えるかもしれないけど、チャーシューが宙に舞ってるみたいな見え方になるかも。でも超かっこいいんだよ。いや、そうなんだ。そんな別に食ってるわけじゃないんだ。うん、病気になってたっすか。病気、実は最近も血液検査したんだけど、うん、また病気じゃなかった。意外と大丈夫なんだ。中性脂肪みたいなのやっぱ多いんだけど、はいはい、でもなんだかんだ病気になる数値じゃないの、負荷が全部。 なんでなんだろうね。だからデブの天才なんだよ俺が。ここまでの天才だと自分でも思ってなかったんだけど。家計全員デブっすか。家計全部痩せ。あ、じゃあこれ聞きたい、単純に。いつからそれの体型なんですか、いつから。でも小学校の時にはもうそうだったよ。うん、小学校で60キロぐらいあったな。え、でも俺最初から見てるから、最初の辺そんなあんまじゃなかったっしょっけ、最初の辺の時って。まあでも90とか100ぐらい。あ、でもあれそんなあるんだ。めっちゃ細く見えるもん、あれが。イケメンに見える、なんかめっちゃ。本当に。うん。え、じゃあマジ痩せようかな。今またヒカキンさんに似てますねってすごい言われるようになった。あの人も追いついてきてるもんね、なんか普通に。でもね、実際横に並ぶと全然違うの。じゃあヒカキンさんに怒られたことないですか。ない。優しい。普通に。いつもこんな性格のやつブチギレられるだろうじゃないんだよ。だって前結構暴れてたっすよね、前。まあそのモノマネ、うん、てかその憧れになってない時ね、尊敬の心がない時はなんかあれだったけど。でもやっぱどんどん尊敬になってからは本当に。そういうことね。今やっとちょっとずつ仲良くさせていただけるようになって。動画以外あったりするんですか。あんま会えるかも。 LINE とかすごいしてるよ。今日何してるのとか、おはようとか。いやいや、それは送れないって。おはようでも送れるぐらいフランクにヒカキンさんも接してくれるようになったな。今日の夜何してんのって。今日の夜何してますかね。何してますかだったら。そう、一瞬ネットフリックス見合って送ってるわけじゃないですよ。いやいや、やめろそこまで。お前それもう兄弟の域まで行ってるだろ。チンコ隠れてますかってめっちゃ来るで。なんかチンチン埋まってんすか。なんか埋まだからチンコね、うん、多分結構でかいんだよ。だけど埋まってる面積多いからちっちゃく見えるけど、多分痩せたら超でかいと思う。相当140キロなわけだから相当埋まってるよ。人類の中で一番埋まってんじゃない。だからこれ痩せた時とんでもない。え、じゃあ太ももに挟まってよく分かんないことになってるってことですか。あ、でも太ももに挟まって痛い時ある。あの太ももの圧で車とか乗った時特に、あ、チンコ潰れちゃう、この車チンコ潰れちゃうっていう時ある。それで興奮してんだな。しないわお前。久しぶりにコーラ飲むかも。久々のコーラやばい。多分この赤のやつ。よし、きたね。イロハスとかってさ、一番危なくて、イロハスの桃味とかあまおう味とかあるじゃん。あれ一番太るよ。そうなの。無意識に飲んじゃうから。うんことちんこの質問しようかね。なんかなんで、どうなの。お前のせいだぞ、お前そんなキャラに仕立て上げられたの。うんことちんこだけのキャラに。俺の視聴者には絶対見てほしくないよ、この動画。酔ったらうんこ漏らすっすね。いや、酔ったら一回だけだわ、お前。結構食好きなんすか。あ、そうじゃだ。何間違ってないだろ。こんな偉大な人の目の前でしちゃった。いやいや、偉大じゃないって。だから大物俳優じゃないんだよ、お前。気難しい大物俳優じゃないんだよ。大物俳優、大体遅刻してきそうだから。いや、やった、お前。俳優は遅刻しないだろ、お前。あー、え、何の話だっけ、今。いや、ダイエットの話じゃない。前回動画撮った時に、うん、なんか意外と内面部分話してくれなかったじゃないですか、意外と。いや、質問が悪かったからでしょ、別に。全然話すよ。可愛い質問していいですか。ああ、そういうの、ありがたいかもしれない。やっぱりそういう、今、視聴者の皆さんもなんか変な感じになってると思うから。経験人数何人ですかって。変な質問だろ、お前。ふざけんなよ、お前。そう。いやいや、めっちゃモテたから、ご想像にお任せ、めっちゃモテたから。あ、確かにイケメンだもんね。そう、痩せてた時イケメンだったから。タイプな人はどんな人なの。タイプ、ずっとちっちゃい頃から言ってたのは、加納姉妹は完璧な女性だったけど。おっぱい吸いたいになっちゃった。いやいや、違う、おっぱいの人じゃないから。え、加納姉妹、美の象徴だよ、あの人は。ずっと好きって言ってたね。けど、もうそんな別にこの人が好きとかはなくて、ちゃんと美に気を使ってる人がやっぱ努力の象徴じゃん。それは美のてっぺんだから。ああ、そっか。うん、一番気をつけた方が良さそうだけどね。
なんか内面をさ、いい話につながるような質問あるだろう。本当にふざけずに、今は何が楽しいんですか最近は。あー、何もないな楽しみなんて何もない。え、なんかない、なんか動画やってて。いや、でも正直本当にやっぱ海外の動画とか、うん、大型企画の動画とか撮るときはめっちゃ楽しい、ワクワクするし、うん、普通やっぱ案件じゃとかじゃないとそんな大きいお金で行こうと思わないじゃんっていう、うん、あ、じゃあそこに今お金かけようかなっていう感じなんですね。そう、お金は引き換え券なんで、お金を持って何するかだから、うん、そこ一番ない。お金は引き換え券だから。なんか怪しい人に見えてきたいや大事なん、この考えないと。ああ、まあそうね。ただ貯めてるだけだったら何も変わんない。まだ俺若いけど、まあ、おっさんだから確かに、うん、おっさんじゃねえよお前学べよお前、お兄さんだろお前あ、そっか、そっか、お兄ちゃんの、お兄ちゃんお前の兄弟の家族の中入ったろお前あ、じゃあこれ聞いていいですか。なんか何、今までいろんな動画出てるじゃないですか。うん、何年間でしたっけ。もう10年ぐらい、10周年この前行ったから。一番きつかった動画、トータルで全部で。でもやっぱクレーンゲームで、あから馬で景品全部取るあ、それめっちゃつらかった。今でやってきて、やってきていやだから、あだったらアンパンマンの景品取るまでで、いだったらいいも全部取るまで、うんうん、全部取るまでやったの。どんぐらいかかんの、そういうの撮影って。6時間7時間8時間ぐらい意外とかかんねえんだ別にいや、めっちゃかかってるだろお前超大変って言ったから、うん、1日かかってんのかなと思ったら6時間かかった、マジで6時間しかかかってない。あ、でも立ちっぱなしだからチンコ、チンコじゃないってお前なんでずっと興奮しながらやってんだよお前お前は本当にお前もう一回、あと食事2回挟むからな、次コラボするとき2回ぐらい挟まさせてくれお前との信用できなくなるわ1回ちょっとお前とは1回決別するから2回ぐらい食事挟んで信頼取り戻してから次コラボだ。もういやいや、当分また会えないわ。チンコって言ってるだけだから、チンコって。いや、もうなんでチンコ立って立ちながらクレーンゲームとかお前営業妨害だろ何カップですかっていうのあ、これでも意外で、出かけも気になって本当の人に聞いてもらったの、うん、したらあの B カップだってアンダーがあるから。え、最近のあれないですか、なんか太りすぎてなんか失敗した話みたいな。ああ、うん、太りすぎて失敗した話か、うん、結構あるんだけどな。なんかね、うん、もう足の裏が痛すぎる立って歩いてたりとかしてると、はい、足を立って歩いたりしてるとめちゃめちゃ足の裏が痛くて。そりゃそうだよ、だって狩野くんに、うん、狩野くん今何キロ。今70ぐらいですね。だから70キロの重り背負って立ってると思うんだから。 あ、そうかそうか、2倍あるってことだもんね。歩けはすんだけど、うん、なんかね、辛い、膝の感覚はもうない、うん、あんまり毎回起きるときに、うん、全部の体の部位をチェックする、うん、正常に動いてるかって。そう、起き上がる前に手首大丈夫か、リスト外れてないか、足首はどうだ、外れてないな膝の皿はずれてないかとか全部チェックした後によし、うん、起き上がろうって結構生活しづらいですね、そう考えたら。いや、しづらいよ。もし遊園地とか行ったとして、うん、ジェットコースターとか乗れるんですか。だから膝、足長いから。それは太ってるからじゃなくて足長いから乗れない、あんまり。無視してるいや、これも知らないかもしれないけど、うん、俺ディズニーランドって、うん、太ってる人専用のチェック室がある言ってたね、それ。そう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 。だからあのジェットコースター乗れるか不安だった時は、うん、そのキャストの人に言ったら別部屋に通されてえ、デブが集まってるってやつ。いや、デブ集まって行列なしじゃないんだってそのディズニーでデブ俺一人だけそうなんだ。したら1個だけのジェットコースターの1個だけのやつがあって、はいはい、そこに本当にじゃあ座ってみてくださいって。あ、で試していけたら、試していけたらじゃあ並んでくださいっていう感じで。え、いけたっすかその時。いけた。ああ、いけたんだ。し、いけたんだ。シャーってやってシャーって落ちるやつあるじゃん、ターブテラー。ターブテラー、それ、はいはい、左の前端だったかな、はいはい、が唯一デブが乗れる場所なのマツコさんとかもその場所乗れた。あ、そうなんだ。だからもう太った人が乗れる安定の席っていうのがそのベルトも長くてみたいなデブはそこに押し寄せられてんだいつも。そう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 、おしいや、でも言わなきゃダメだよ、私デブですって。あ、今26分も撮ってんだ。ああ、ラスト100問ぐらいで、じゃしっかり。お前1時間どこへしようとしてんのお前長くするだろお前の動画怖いから。ラスト3、4問。あ、3、4本。ちょっとこれから真面目なやつ聞くか、じゃあちょっと。ああ、まあそうだね。じゃあこれから何したいんですか、普通に。いや、これからね、人間って辛いのがさ、出かけんってもう夢が結構叶ったのよ、本当に。やりたかった夢が。ヒカキンさんに会うっていうのも叶っちゃったし。叶ったし、うん、競馬で1000万当てる。大野さんレースで1000万当てるっていうのも叶って、2年連続有馬記念で1000万当てたし。やりたいこと聞く前にその話聞いていいですか、じゃあ。あ、いやいや、何？え、1000万当てたんすか？うん。大野さんレースって言ってるけど、うちではね。あ、うん、そうか、子供、ガキ向けに？ガキ向けにじゃないんだ、やばい。いや、でも、これは、競馬って書くと、一切伸びなかったのに、
お馬さんレースって書くとみんなまろやかに見えるのか、あーまあ確かになんか純粋に楽しんでくれる。競馬って書いてあったら俺見ないですもん多分。どんぐらいかけてるんですか。もうだからかけすぎたら終わるって分かってるから、もう毎週末土日はもう1万円までとか決めて、数千とか数百円かけてとか。だってそのお金何使うんですかそれは。まあだからヒカキンさんにあげたり、あの韓国旅行行った、ああそうかそうか、確かにあったり、いつだもんね。まあ募金もしたね、募金もしたし、ね、なんか使うことないよね。募金って言われたら、募金しないってお前募金に使わないだろ何百万も。募金したりとかやーべえバカな二人。インポ直すわけじゃないですよ、ね、インポ直すわけじゃない。あーそうか、インポじゃねえ、埋まってるだけなんだよ立っててもわかんねえって話か。いや、わかるわあ、じゃあラスト2問だけ。はい、真面目なやつ、最後真面目なやつ。そう、うるせえからこの人。そろそろ真面目なのくれ、マジでこの人がうるせえから。うるさくねえんだよ別にこれからやりたいことあるんですか。なんかこれからやりたいこと、まあ、あんまなさそうだよ。なんかないんだよ。でもみんなからは飲食店やってよとか超言われる。料理屋出したら確かに行きたいですもんね普通に。あ、本当に。ああいうコンセプト飲食店やってほしいですね、何かしらの。あー、まあ、なるほどね。態度悪い人たちいるじゃん、はいはいはい、店員がでかい人しかいないとか太った人しかいない。俺ね、でも太った人しかいないやつは行きたくないんだよ。なんでこんな熱いとこに行かなきゃいけないんだよ。もともとモテてた人しかいないっていうのはどう。前めっちゃいい人生送ってたんだよ。そう、モテてるマインドで喋りかけてくるみたいな、うん、いいじゃん。確かにそれめっちゃいいじゃん。なんか絶対やんなそうだけど。いやいや、やんないだろうなでもなんかやりたいね。デブしかいないレストランやってほしいけど普通に。いやマジでやだよ俺俺が痛くないもんそこにデブしかいないとこなんか行きたいってなる。なんか普通に。あとお前なんか麺こっち押してない俺さ絶対俺の方が食ってんだよなのにこっちだけ辛いなっててさ、こっちだけめっちゃあるみたいに見える。押してない麺なんか意外と食ってないんだよ多分。だから食ってるわ俺めっちゃなんで俺ずっと半分めっちゃ残ってるみたいにお前押してんだろ麺ちょっとほぐせ麺をちょっと一回伸びすぎて元通りになっちゃって食ってんのにあの新しい夢を探すので、うん、今大変。人間って難しいなって思ったね人生ってむずいなって、うん、ちゃんと悩んでる、うん、ちゃんと悩んでるなんで夢叶えたらさ、うん、もう別のゾーンに行かせてもらいたくない。もうあなた夢叶ったんで、じゃあこっちの老後施設に入っていただいて、あ、はいはい、あの楽しく余生過ごしてくださいとか。そういう年齢だしね。確かに、ね、そんな年齢じゃねえよお前え、もっとハードル上げればいいじゃないですか。何2000万当てるとか。いやいいよ2000万当てるとか。なんなら今年1億当てるっていう夢掲げようとして試しにちょっとやってみたら、うん、結構破産するなと思って単純計算で1000万単位でかけなきゃダメじゃん。でも大丈夫じゃないですか、デカ金さんだったら。いやお前は俺破産した時お前毎回コラボ呼べよお前毎回飯だけ食わせるわ腹いっぱい。こういう話してるとなんかどんどん使えない面白くない話になっていくまあ、うん、プライベートではめっちゃこういう話するけど。ああヒカキンさんとどっちがでかいですかって。デカキンだわお前俺の方が圧倒的にでかいだろお前。埋まってんじゃないですかでも。何がちんっ話かよこれお前ダメだよお前ダメだってお前ヒカキンさんとちんっ話は NG コーラーも使えない。 PP だろどっちがでかい。体の話じゃなくて。ああ体なんだこれ。体だろちん話じゃないだろそうなんだ。体デカキンですよもちろん。あーでもヒカキンさんの背中めっちゃでかくないですか。なんか超筋肉質で、うん、運動してなくても筋肉質なんだって。最近ビビったんだよなんかウルヴァリンみたいな感じって俺ずっと思ってるもんボディービルダーと変わんなくないこれヒカキンさんじゃねえかこれは。それだどこのとボディービルダーだよお前それ背中似てたからお前なんもねえなこれこれはパーってやってパッて止めるみたいな。あ確かに。パーってやってパッと止めてそれ読んでくれればいい。鼻くそってどれぐらいのデカさってきたの。いやそんな人と一緒だわお前、うん、選んだら意味ないんだぞお前読めて止まったところ何やってんだよトララーって止めて。ドリチンって噂本当ですか。何ドリチンって。ドリチンって太ってる人って肉に埋まってくじゃん。そうすると皮が余ってきてこうドリルみたいになってくのをドリチンっていうの。小学生とかドリチンって言わなかった小学生の時初めて聞いた。そんな下品な人じゃないから俺。いやいやお前の下品だろお前お前が誘ったんだぞ下品のやつドリチンですかって聞いてきてドリチンって言うのはねって俺が解説してたってもう嫌なんだよマジでもうこれもうお前これ限定公開とかできないの。この1ヶ月だけ公開しますとかさそのシステム採用しない。いや金くれんならいいっすよ。金くれなんでだよ
なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだよ。じゃあもう ありがとうございました。あれは変なとこで終わるなお前。今日の感想あるっすか、なんか今日、うん、お前ずっとピンポイスルしてたな。イライラしてたな俺とのトークの時ずっと。俺多動症で。ああ多動症なの、ね、貧乏ゆすり止まんないんだよね俺。そう別に特別、ま、特別イライラしてたわけじゃない。あんま触れちゃダメなとこだ。ごめんな。あいやいや特別別にイライラしてるわけじゃないですよ全然。なんか遅刻したからって別にイライラしてるわけじゃないから。いやもう何持ってんだろお前遅刻。大物俳優の遅刻イライラしてんだろ。